インドラバルマン三世は、チャンパ王国第七王朝の第二代国王。新五代史、五代海王では、イントクマン、創始、殺伏、元気では、シャクリイントクマンと記される。シュリーシャーナ・バドレーシュバラの碑文ではその文学と哲学に関する知識が称えられている。バドラバルマン二世とウグラデビー、B、の子。不王の死後に即位した。918年。 ヤンプながらのポーナガル島にバガバティの金像を、混流して奉建した。930年には、両かつ低率いる南韓軍の進行を受けて、宝物を献上させられた。945年から946年にかけて、ラージェンドラバルマン二世地下のクメールから進行を受け、クメール軍を撃退したもののポーナガル島のバガバティ、金像を奪われた。951年に、 甲州に長考し、958年11月5日には、アブーハ山を甲州に検視して、猛火湯とバラ水のルリビンを検証した。翌959年7月22日にも、長考の使者として、アブーハ山を甲州に送り、流型通り災体と、菩薩医師を検証している。ありがとうございます。